六本木バイスは、ロッキー・ロメロとバレッタのプロレスラーのタッグチーム。六本木をフィーチャーしたタッグ名でもあり、略称として RPG バイスが使われている。タッグチーム結成以前、ロメロはアレックス・コズロフとのタッグチームであるフォーエバー、フーリガンズとして活動していた。しかし、コズロフが内臓疾患の薬の副作用から来る体調を不良が長引いていたことから1月10日。 コズロフは自身のツイッターで引退を発表した。1月25日、AWS と WCA の合同工業に参戦したのを最後にフーリガンズとしての活動を停止した。その後、ロメロはバレッタに白羽の矢を立てると3月1日に開催されたロー創立13周年記念工業において新たなるタッグチーム六本ギバイスを結成した。ローの コンクエストツアーに参戦し3月13日に同タッグとして出場し、対戦相手のディケードを下しデビュー戦を勝利で飾った。ありがとうございます。